今回は、桶狭間の戦いの後からのお話で、戦国合戦絵巻44巻の続きとなります。駿府で人質生活をしていた徳川家康は、この桶狭間の戦いでは、今川方の先鋒として活躍しました。大事にございまする。今川義元公、桶狭間にて、討ち死にされました。なんと今川方は総崩れとなり退却しておりまする。となれば我らも急ぎ撤退じゃ。我が居城岡崎城を目指す。しかし岡崎城には今川方の城代がいるはずですが。とりあえず近くまで行こう。話はそれからじゃ。徳川家康は、義元討たれるの報を受け、岡崎城を目指すも、今川方の城代がいたため、近くの寺に駐屯した。大事にございまする。今川方の城代が城を出て、駿府方面に向かいました。おそらくは、織田方か、もしくは、我らの攻撃を恐れて、引いたものかと。そうか、ならば我らが入城しよう。徳川家康は今川方の城代が逃げたため岡崎城に入城できた。さて、我が故郷の城に戻れたはよいが、これからが問題じゃ。そうですな。何しろ今川方の城代が逃げたぐらいですから。いつ織田方が攻め寄せてくるかわかりませぬ。そのことじゃが、織田家が攻めてくる気配がないとは思わぬか。そういえば妙ですな。すでに攻めてきていてもおかしくはないのですが。妙ではあるが、とにかく今は戦の備えをすることじゃ。急げ。あ。これより三河攻略についての会議を始めるが、試みに今回はテレ朝の報道ステーション式でやってみたいと思う。テレ朝の報道ステーション式？そうじゃ、テーマに沿った話題以外の話をしたものは司会の独断で即刻退場とする方式じゃ。それでは信長様の意に沿わぬ発言をしたら退場ということに。退場。うわぁ、これは言論弾圧では。退場。うわぁ、実際の映像は報道ステーション言論封殺などでネット検索してもらうと数多の動画が上がっています。ちなみに放送法では政治的に公平であることが求められています。殿、これでは誰も殿に反対意見を言えません。まともな会議とはなりえませぬぞ。やはりそうなるか。よくないことを真似る必要もないの。わしはわし流でやろう。それがよろしいかと。会議などめんどくさいものは開かぬ。すべてわしが独断で決める。冗談、冗談じゃよ。冗談とはとても思えない。殿、茶番はこれまでとして、何故松平の岡崎城を攻
攻めないのですか。今ならば確実に落とすことができましょう。そして三河は全域を収め、さらには駿府に攻め込んで遠江駿河まで領地にできるかもしれませぬ。果たしてそううまくいくかの。岡崎城を落とすまではできようが、その後がまずいことになる。と言いますと、武田信玄じゃ。前巻で述べた高宗駿三国同盟によって信玄が我らの前に立ちふさがるであろう。信玄が我らの勢力拡大を黙って見ているはずはない。それは確かに三国同盟とは厄介ですな。じゃが一つ方法がある。三河の徳川家康に今川方を攻めさせるのじゃ。なんとこの場合信玄は家康を攻撃せぬであろう。何故でしょう。メリットがないからよ。家康を攻め滅ぼしても家康の領地はこれまで通り今川家のままとなろう。信玄は今川家の援軍という立場となるからの。なるほど、相手が信長様の場合は領地は切り取り放題となるので喜んで参戦するが、家康の場合は戦に勝っても信玄が得られる領地はないわけで。そうじゃ、故にわしは家康を呼んでこの話をしてみようと思う。降伏同然の同盟を結び今川家を攻めさせるのじゃ。家康は長年にわたる織田家の宿敵ですが、それは今は問うまい。家康がこの話を断ればその時は滅ぼせばよいだけのこと。そうなれば武田家との戦も覚悟する必要はあるが、それは仕方なかろう。三河の領地は手に入るのじゃからの。家康が承諾した場合は我が野田家のメリットがない気がしますが。そんなことはないぞ。家康という壁が東にできるので西に注力することができる。今のわしは時の将軍足利義輝様より将軍権威の復活に力を貸してくれと言われており、これに応えることができるようになる。もしも家康を攻め滅ぼして武田とことを構えれば中央進出などとは言ってはおられまい。それはそうでしょうな。では家康を呼べ。すべては家康の返事次第じゃ。はっ。信長殿より同盟を結びたいので清須まで来ぬかとのことじゃが。殿、行けば殺されまするぞ。行かなければ城を攻められ滅ぼされてしまおうぞ。むむむ。安心いたせ、わしを呼ぶには理由がある。そしてその理由も心当たりがある。ともかく今は行って話を聞くほかあるまい。護衛はわずかでよい。本多忠勝を連れて行くとしよう。殿の身は必ずお守りいたしまする。この本多忠勝は戦国合戦絵巻47巻で討ち死にした本多忠隆の子で、生涯全ての戦でかすり傷一つ負わなかったという伝説が残るほどの豪傑です。
その忠勝の逸話は、歴史逸話集3巻から6巻で紹介していますので、興味を持たれましたら、そちらもご覧ください。よく来られた家康殿。では、まず我らのお話から。我らは今川家に独立戦争を挑みまする。されば、織田家におかれましては一切の手出しをしないでいただきたい。ほう、理由を聞いてよいかの。織田家の支援を得れば、武田家が三国同盟に従って参戦してくるでしょう。これを避けるためです。ふむ、しかし我らの支援なしで今川方に勝てますかな。そこは信じてもらうほかありませぬな。さすれば信長殿は上洛の手配に集中することができましょう。おお、我らのことまで配慮いただけるとはありがたい。これ以上に我らが望むことはありませぬ。では同盟は成立ですな。そうですな。ここに清洲同盟が成立し、信長と家康の協力体制ができたのですが、一説には清洲同盟はなかったとする説があり、最近はこちらの説が支持されているようです。殿、生かして返してよろしいので。あの洞察力、それがしには武田家よりも恐ろしい敵となるとも感じられましたが、今は武田家の方が強敵じゃ。油断することなく見張っておけばよい。はっ。殿、よくぞご無事で。で、守備は。ふむ、我らは独立するため今川家に独立戦争を仕掛ける。なんと、長きにわたり今川方に服従してきた屈辱の日々は終わるのじゃ。勝てるでしょうか。やるしかない。そのためにも武田家に動いてもらおう。武田に使者を出す。是が非でも味方につけるのじゃ。家康殿が我らに何用であろう。我らは今川家に独立戦争を仕掛ける運びとなりました。つきましては武田も参戦され、共に今川領を獲得しましょう。おお、悪い話ではないが、家康殿にそのような力があること証明していただきたい。それからの話とさせていただこう。差し当たり家康殿の独立戦争の邪魔はしないことをお約束いたす。これは今川家内部の内輪もめゆえ、三国同盟の適用外と判断したためじゃ。ありがたき仰せ。ここから徳川家康のお家の存亡をかけての独立戦争が始まるのですが、そのお話は次回にて。